今日は渡辺誠の日本剣豪こぼれ話についてお話します。この中では会津藩の溝口一等家についても紹介されています。戊辰の役の責任を取って会津藩の家老の茅野権兵衛が切腹したのは明治2年5月18日のことですが、茅野は溝口一等優の手だれでありましたから、切腹の日の朝、久留米藩邸、芝の久留米藩邸で左右天下出身の日立ちという、その溝口一等流の剣術を同じ会津藩士の伊深卓右衛門に伝授したというのは有名な話です。竹でできた火箸をで持ってその授けたと言われますが、特色は打ち立ちが常に先をかけ、火立ちが応じて打ち返そうとするところを攻めて貸すという、そういう剣術だそうです。左右転化というのは、その自在に左右に体をこう変化させるということだそうです。出身というのは決して引き下がらないということで、肉を切らせて骨を切るというか、そういうことだと思います。伊深卓右衛門は後に和田指導に伝授して、その子供の和田信が今のように伝えることになりますが、僕はあの高校時代に和田信先生から剣道を習っていましたから、その和田先生がその竹刀をこう持つと、その迫力に圧倒されたことがありましたんで、この本を読んで、ああその溝口一刀流を受け継いだ人だなということを再確認しました。その左右転化出身の日立ちというか、それは会津若松市の YouTube でもアップされていますので、それをご覧になるとよくわかると思います。会津藩は薩摩藩の次元流とともに、やっぱり溝口一刀流として知られていますので、ぜひこの本をお読みになれば、いろいろと参考になると思います。よろしく。